マリア・クレメンティーナ・ダウストリアは、両シチリアをフランチェスコ一世の最初の日。フランチェスコの即位前に死去したため、王妃にはならなかった。ドイツ語名は、マリア・クレメンティーナ・ヨーゼファ、ヨハンナ・フィデリス・フォン、エスター・ライヒ。神聖ローマ皇帝レオポルト二世とその皇后、マリア・ルドビカの娘として、ビラ・ディポッチョ・インペリアーレで生まれた。1797年7月。 ホッチャでナッポリとシチリアの王大使で、父方でも母方でも重廷にあたるフランチェスコと結婚した。なお、1790年に、マリア・クレメンティーナの兄である皇帝フランツ二世を呼び、トスカーナ大公フェルディナンド三世が、フランチェスコの姉マリア・テレーザを呼びルイーザ・マリアと、それぞれ結婚している。マリア・クレメンティーナは、夫・フランチェスコとの間に一男一女を設けた。 息子フェルナンドが養成した1801年に、マリーア・クレメンティーナも24歳で創生した。ネーゲル、P209。ありがとうございます。